続いては特集です。津波警報や注意報が出た際に危険を知らせる赤と白の模様が特徴の津波フラッグをご存知でしょうか。この旗を模した津波タオルを作り、命を守る行動につなげてもらおうという取り組みを取材しました。信記者のリポートです。津波だ、逃げろ。国連により世界津波の日に定められた今月5日、北谷町の宮城海岸で津波を想定した訓練にはおよそ20人のサーファーたちが参加しました。訓練が行われたのは海の中だからこその理由がありました。海に入っていると情報も何もないので、わからないので。海では緊急速報を確認できるスマートフォンを持つことができないほか、警報のサイレンが聞こえにくく、津波の発生に気づくことができない恐れがあります。この問題を解決するため、気象庁は2年前から赤と白の格子模様の旗で視覚的に危険を知らせる津波フラッグの運用を始めています。聴覚に障害のある方や波音や風で音が聞き取りにくい遊泳中の方などにも視覚的に伝達できるよう、2020年6月から運用が始まりました。県内では13の自治体の海水浴場で導入されていますが、自治体が管理せずライフセーバーなどが常駐していない自然の海岸では津波フラッグを運用するのが難しいのが現状です。普段から津波フラッグを持ち、いつ津波が発生しても沖合のサーファーや遊泳者に危険を知らせることができないかと考えた訓練の企画者の長田純一さんはバスタオルに着目しました。まず津波フラッグという、気象庁が定めた津波の合図があるんですけども、これをほとんどの方が知らないということで、それともう一つ、その旗が準備されている場所もほとんどないということ、この問題を解決できたらなと思って、でこのタオルを作り始めました。長田さんは海に行くときに津波フラッグを模したバスタオル、津波タオルを持っていく習慣ができればと考えています。全然知らなくて、すごい思ったより見えやすくて旗も分かりやすかったんで、結構緊張感もあって、本当に会った時にやっぱパニックにならないように避難訓練をやった方がいいなと思いました。長田さんはいつ何時発生するか分からない津波に備えて、今後さらに津波タオルを広めたいと話します。今はサーファーがメインなんですけども、普段は海に行かない方、年に1、2回とかしか海に行かない方にもこの津波フラッグを知ってもらって。政府の地震調査委員会は今年3月、与那国島周辺で今後30年以内にマグニチュード7から 7.5 程度の大地震が起こる確率が 90% 程度以上、さらに確率は不明としながらも南西諸島周辺および与那国島周辺でマグニチュード8クラスの巨大地震が発生する恐れがあると発表しました。津波だ、逃げろ。赤と白の格子模様を見たら海から上がり直ちに避難、津波から命を守るために知っておきたいサインです。この津波フラッグ、視覚的にすぐに分かりやすく危険を伝えるために有効な手段の一つですね。そうですね。いつどこで津波が押し寄せてくるか分かりませんから、その場所場所に応じたこの心構えだったり対策というのが必要ですよね。そうですね。気象庁によりますと、11年前の東日本大震災では岩手県、宮城県および福島県における聴覚障害者の死亡率が聴覚障害のない人の2倍に上ったというデータもありまして、津波フラッグが導入されたのは聴覚障害者に危険を知らせる上での課題を克服する目的もあります。運用が始まってから2年が経ち、全国各地で導入が進められていますが、今後は認知度を高めていく取り組みが求められています。